はい、こんにちは。黒騎士と白の魔王、続きやっていきたいと思います。いやはや、いやはや、ハイプレイですね、これ。戦闘力4319、ランク80、やりすぎですね。普段もずっとポチ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 起きてる間になってます。そして今回は、前回の動画でね、予告した通りフレンドバトルをやりたいと思います。お相手はなんとさっちゃんです。お相手はさっちゃんです。はい、毎度おなじみうちのチャンネルでね、たまに登場する我が友人さっちゃんですね。一日中一緒にゲームをね、音声通話つなげてやってるあのさっちゃんでございます。さっちゃんは私と一緒にこれ始めてます。同時ですね。ほぼじゃなく同時です。一緒にやろっつって、あの音声通話しながらやり始めてるんで、同時にやってます。で、私これ超ハイプレイしてるじゃないですか。言うてさっちゃんもハイプレイしてます。なので相手としてはもうバッチリじゃないかなと思います。で、今回ねコロシアム、ここで、フレンドバトルをやるんですけれども、これね、とりあえずこれコロシアムデッキ見ますと。そうすると今、ナイト、ウォーロック、忍者、プリーストと、入ってますよね。これ自分でセットするんです。つまり4キャラ自分で作んなきゃいけないのね。それが1個ポイントなんですよ。私は、ソーサラーをやっているので、まずソーサラーのデッキ見ましょう。こういう感じでソーサラーのデッキは揃ってるし潤沢なので、ね、キャラクターはソーサラー用のキャラいっぱいいるし、レベルも上がってちゃんと強い、アクセサリーもこんなに強い。ところが私弱点がありまして、ヒーラーのカードを持ち合わせていないんですよ。そこがやばい。もうほとんど SR だもんね。ヒール、ブレイブ、ラバリジェラ、プロテス、イージスはまあ配られてですね。で、ラリジェネだけだね、 SSR。 ラクリーナ、スピリット、スピリットもまあ入れなくてもいいかなと思ったんですけど、これは一応ステータスで入れてます。 HP 高いんで。で、ラヒールということで、お気づきであろうか、そうなんです、私蘇生のキャラクター持ってないです。蘇生キャラないんです。つまりやられたら生き返らせられません。そこが今回私が、まあ、さっちゃんもそれ知ってるはずだから、それが最大の弱点。唯一できるのが召喚、必殺で召喚をね呼んだ時に、このアンフィトリテのラヒールっていうのが、対象が戦闘不能になっていた場合は蘇生一応確率 30%。 これね、ヒーラーだと一応ロールボーナスがついてプラス 10% なので 40%、これで復活させるしかないです。つまり召喚でしか復活できません。しかも確率低いです。なので今回ファイターにもラヒールが刺さっています。そして忍者、ハンターですね、ハンターにもラヒールが刺さっております。で、自分にも入れるかって迷ったんだけど、そうすると後手後手に回っちゃうんで、私はもうひたすらあの砲台になろうかなと思っているわけですよ。で、ファイターね、ファイターの方も、まあブレイブ、ラバリジェ、イーディスあたりは入れといてあります。で、こんな感じですね。で、忍者、一応自分が固定放題でいいかなとも思うんですけれども、ハンターも少し攻撃寄りで入れてます。ただしラヒールは絶対抜けない、ラリジェネも抜けない。で、インテね、これヘイストかかります。ただ、さっちゃんはインテのもっといいのかわかんないけど、攻撃しつつ、ヘイストのかかるヘルメスっていうのを持ってるんですよ。私それ超欲しいんだけど持ってないんですよ。あっちは持ってます。で、ヒーラー、これが、あの戦闘力差はね、大体500ぐらいあります。私の方が強いです。ところが、まあさっきから言ってるけど、キャラが揃ってるんですよ、向こう。もうフェスゲームも合わせて、あれほとんど全部持ってんじゃねってぐらいキャラ持ってるんですよ。ただし、そこがいけるチャンスでは、要はね、キャラ多すぎてレベル100までいけてないんですよ。私の何倍も持ってるからね、キャラクター SSR のサラリー、まあ、あ、それぐらい回してるんだ一応。なので全体的なレベルはこっちは強い。だけど揃ってんのは向こう。さらに操作するキャラが多分ヒーラーできるんですよ。普段ヒーラーでやってるから。で、
あとはもう私のデッキも全部知ってるし、私も向こうデッキ知ってる、あとは普段の癖も知ってる。だってもう何年間一緒にゲームやってきたんだっていう話で、このゲームをずっと降臨一緒にやったりしてるんで、例えばね、サチャンヒールヒールとか、サチャンブレイブいけるとか、ラクリナいけるとか、スタンバリア張ってっていうのを喋ってるんで、どういうタイミングで私がスタンバリアを欲しがるかとかって全部知ってるわけですよ。だって今日だってさっきまで一緒にやってたからね、ギルバトやってその後スプリもあって降臨やってたからね。なので手の内が分かってるんで、そういう意味ではプリースト、プリーストヒーラーを動かせるサッチャンの方がちょっと有利かなっていう気がするんで、ね、だから私はもうボーロックソーサラーを動かして固定放題でもう火力で押そうと思ってます。それしかない。だってやられたらだから。で、作戦はね、ここ選べるんですね。今のところ3つ、バランス、攻撃重視、防御重視ということで、ファイターとヒーラーはもう回復に徹してくれていいかなぐらいの防御で、で自分はここはまあ自分で操作するそんな関係ないと。でこれね、ハンターね、これリリムって書いてあるのはリリム降臨用に使ってるデッキねでここをね、防御重視でもいいかなという気もするんだけど、ハンターだけ一応3次色届いてるから、ここバランスでいいかなと思っております。でアクセサリーこんな感じね。いってみますか、声かけてみましょう。おる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 で、これおるおるですよ。でこれ見てください、めっちゃ一緒にやってっからね、これこれめっちゃ一緒にやってっから、これがね、もう何年何年もね、一緒に連れ添っているネトゲー友人ですよ。もうこれやりすぎだっていうぐらいね。もう一番上がログで残ってるのは7月6日まあそのぐらいから始めたのかな、2人とも。もうちょっと前かな、わかんないけど。なのでね、じゃあ行くよ行くよ、さっちゃん、ちょっと待って行くよ、倒すよ、 OK ってやってる。よし、じゃあコードを発行するのかな。じゃあやってみますか。コロシアム、手の内がね、バレてるのがこれでいきます。で私はさっちゃんを叩きます。おそらく最初ヒーラーで来るんで、違うキャラを叩いちゃってもさっちゃん手動だから上手いんですよ。ずっとヒーラーやってるし、降臨とかもヒーラーやってるから上手いから、起きラクリナとか起き蘇生とかやるんですよ、あの人。つまり死ぬ、例えば蘇生に5ターンの炎症がかかるすんじゃん。そうするとあの人、あ、このキャラ死ぬだと思ったらこの辺で発動するようにもう前もって炎症かけるのね。でこうこうこう、そのキャラ死亡発動みたいな置き魔法やってくるぐらい慣れてるから、そこが怖いですよね、とりあえず無制限で今回はいきます。これでハンデ戦とか、ハンデ戦っていうのか分かんないけど、4戦制限とかも戦闘力のね、いけます。もう無制限でいきましょう。よし、さっちゃんを誘いました。まあ、さっちゃんはヒーラーで来ると思うんで、あ、来た、早いね、ギルドカレーライス私が作りました、私が作ったカレーだよ。あ、なんか絵がナイトになってる。あ、でもまあナイトは操作してないでしょ、ヒーラーでしょ。ランダムで出るのかな、さあ行くよ。あ、違う、こっち。さあ挑発挑発、ラブロテス、いいよ。あらら、これ一回一番下のファイターが私をヘイト取ってるんですよ。タゲ取りされてるんで攻撃できない。ブラクリナで外せるんで、え、サッチャンを、サッチャンをチョイしに行こう、サッチャンをチョイチョイしに行こう。いや、これダメージでかっ。いい実を自分に使って MP 貯めます。召喚いきます。バハムートとニーズヘッグどっちかな。いや回復するな。
これギルバトと違って HP が何倍とかになってないからものすごく痛い気がする。マドドレかけて、あで1枚バイブレで STR 積もう。あ切れる、やばい、タイミングがまずかった。じゃあやっぱ自分で生き返らせるもんな。うわー、オキヒールされた、オキヒール、マジか。マブでいきます。やばい、生き返らせらんない、我が軍は蘇生ができないんだ。バハムート、あ先にそうしたら、あっくそ、これあっていうかいろんなキャラにヒール入れてる。サッチャーそうだよな、キャラそ、キャラ揃ってんだよな。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、嘘でしょ、私の方が戦闘力全然高いってよ。うわあ、これ復活、あ、自分が復活できるのかな、嘘でしょ、やばい、これは蘇生ができないからな。ヒーラーとね、あれ出てきます。ジョブスキルで、唯一。召喚以外では。生き返らせらんない。そう、やばい、ちょっと。どうする。え、ああ。あ、もう生き返れない。頼む、頼む、早く早く早く。早く蘇生、イルカさん、イルカさん呼んで、ファイターさん、イルカさん、グングにいるとかいいから、あーちょっとイルカさん呼んで、イルカさん、ラヒールして、ラヒール、ラヒール、早くラヒール、ラリジュールじゃないって、ラヒール、早く私を生き返らせて、なんでハンター生き返らせるの。そこ私でしょ、ブレイブボエティア違うから、早く私いけるから、いけるから早く、いやお願い、あこれ消化か、あ6ターン、これラリジェで、ラバリジェか、違うんだ、早くヒーラー私を生き返らせて、このままでまずい、早くファイター、ファイターも早く、イルカさん入れといたでしょ、ラヒール、ちょっとお願いだから生き返らせて、来たこれ、来たこれ、ヒール、ヒール、早くヒール、うそや、うそや、ちょっともう一回、もう一回やっていい？もう一回やっていい？コロシアムへようこそ。あ、ちょっとないじゃん、スターバリアがない、ダメ、スターバリアダメよ、あ、ほらサッチャーやっぱ自分で生き返らせるもんな。うわぁ、オキヒールされた、オキヒール、すごい、蘇生持ってないのが辛い。蘇生持ってないのが辛い。もう一回やろう。もう一回やろう。もう一回やろうよ。さすがに辛い。どうしようかな。リーステック、バハムート先に打つか。頭数減らそう、頭数減らそう、そうしよう、頭数減らそう、だって戦闘力800の差があるんだよ。あやっぱり相手が表示されるのはランダムなんだな、何操作してるかバレちゃう。でこれベータ版なんですけど、正式サービスになると戦闘中に自分の操作キャラとか作戦とか攻撃とかのやつも変えられるそうですよ。
しで行こう。先にバハムート、バハムート行きます。あーそれバリブレしたい。あっあーどうしようかな。ここは MP 貯めて、イージスかけて、バリブレここ入れて、よしバハムート。これで SPR3、 やばいやばい、スタンバリア取れた。ダメだよスタン、ダメだよスタン、ダメだよ、いけバハムート、いけ。あ、結構削ってよ。ソーサル落とせ、まずソーサル落とせ、カッコ撃破だ。やばい、ダメか、ここ落として必殺ニーズヘッコサッチャに、ニーズヘッコサッチャに当てよう。よしたスタンだよ、もうスタン、ちょっとくそー、今のね、いつもだったらサッチャが私にスタンバリア入れてくれるんだけどね。バーベント、マナドレ入れよう。マナドレ頻繁に入れると案外 MP 枯渇するんじゃね。ハンター潰すか先に。いや、ソサ、ソサ潰すか。あ、ハンター、ハンターいける、ハンターいける、ハンターいける、よし。で、生き返るんだよな、潤沢なんだよ、タッチャーはヒーラーのカードは。そうなんだよ。さあどうする、バハムートかニーズヘッコ、ニーズヘッコ打ちたい。スピード切れてるな。 MP 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 あと14貯めるか。マイブレ、マイブレ、ニーズヘッコ、ニーゼック、いける。これは蘇生が来るんだよな。いけ、削った、削ったが、あ、これ無双行ってバーブントで勝てんじゃない。あー SPR が切れる。あ、今 SPR4 段積んでたんですよ、マックスですよ私のだと。よっしゃ、え、あ、そうか、一回引かれるのか。これはもうサッチャーを、サッチャーそう狙うんだ、サッチャーそう狙ってハンターを狙うんだ。え、これあれか、蘇生入れてあんのかな、やられた時に蘇生するってやつを入れてんのかもしんない。リレーリレーイズみたいなやつ、私持ってないから分かんないんだけど。やめろスタン、やめろ。あ、これニーズヘッグだったら勝ったんじゃない。でもバハムートじゃ当たんないか、足りた。作戦勝ち、コロシアムへようこそ。作戦勝ち、サッチャンが強いから、サッチャン潰そうとするとダメなんだよね多分。でその間に私は蘇生を持ってないから、こっちを潰されると終わっちゃう。いや、いい戦いだったんじゃない。いや、これは作戦だね本当に。ありがとうダオ、一度崩れたら立て直せないね。ゲルバトとね違って HP が倍か、倍かなのかな、あれ3倍ぐらいされてんだよね。いやー、そうだな、そもそもこっちはね蘇生ないんで立て直せないんだよね。いやいやいや、面白いなこれ、燃えるね。
いや、やっぱね、PVP は燃える。特にこう、手の内がね、お互い分かってる段階でやってるから、だって全部知ってんだもん、サッチャが普段どういう戦い方をするかとか。1回目はね、無双にもいけれなかったんじゃないかな。でもバーフード2ゼック打てなかったしね。だからそうだね、1回目は、まあ、立て直せないという感じで、本当に私蘇生入ってないからね、ハンターやられてそのまま持ってかれた感じで、2回目はとりあえずサッチャンに攻撃するのはやめて、いや、お互いね、私もソーサラーメインじゃん、サッチャンもヒーラーメインだから、他のところがやっぱまだ弱いから、まんべんなく育ってからもう一回入れたいよね。だって硬いもん、ヒーラー、サッチャンヒーラー硬いし、私のソーサラーも硬いだろうから、向こうからしたらね。だから4色まんべんなく揃ったらまた違いが出てくる。まあその頃にはキャラ差が出てきて、潤沢に持ってるサッチャンに多分私勝てなくなるような気もするんだけどね。まあそこはアクセサリーをね、どんどん合成しまくって私は勝っていければいいなと思いますけどね。いや、面白い、駆け引きがいいね。これで今ね、本当にこれベータ版なんで、こんな感じなんですけど、バージョンアップされていくと、バトル中、戦闘中に操作するロールを交代できる。だから1回目でヒーラーがハンターに蘇生しちゃったじゃん。だから私に蘇生してほしいから、自分でその時パッとやられちゃったら操作キャラをヒーラーに切り替えて自分に持ってくるとかっていうのもできるし、防御重視っていうのも今だって時に攻撃重視とかに変更したりっていうのもできるし、どんどん面白くなっていくんじゃないですか、これは。燃えますね。全ロールで全体回復と蘇生入ってても辛いね。だ、持ってんだもん、全ロールで全体回復と蘇生持ってんだもん、さっちゃん。そもそも私持ってないんだって、それなっております、ソーサラーの火力が。全体攻撃バハムートやっぱ強いなと思って、さっちゃんやっぱソーサラー火力違うねということで、なかなか燃えますね、やっぱ対人戦は燃えます。というわけで、黒騎士でした。次回はね、一緒に実況されている他の方と、みんなでね、金策についてやっていこうという形になっております。制限時間内に誰が一番金策できるか、バトルで一番稼げなかった人には罰ゲームがあるということで、よくわかんないんですけど、私もそれ全然聞いてないんですけど、制限時間内に誰が一番金策できるか、まあ、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。割と金策大事なんで、アクセサリーと割と戦闘力4000超えたあたりから全然上がらなくなるんですよ。アクセサリー合成でしか上がりづらくなってくるから、いかに日々金策をしてアクセサリーを作っていくかっていうゲームなんで、大丈夫だと思いますけど、罰ゲームはないでしょう、ないでしょう、ないでしょうね。まあやってみましょう。逆に言うと、そこで負けるんだったら他の人がいいね、もっと自分より効率のいい金策を知ってるってことだからね、それ知りたいなと思います。というわけで、楽しんでいただけてるとこれ幸いでございます。唐突のね、さっちゃんお呼びしました。いつものように黒騎士ね、概要欄の方にダウンロード先やっておきますので、そちらからダウンロードして遊んでみてください。ではまたお会いしましょう。また私これからさっちゃんと氷行くんで、よろしくお願いします。バイバイ。